シシュナーガーサは古代インドに栄えたマガダ国の王朝。その歴史についての記録は神話と伝説の色彩が強く史実を読み取るのは容易ではない。シシュナーガー王によって建てられ、紀元前4世紀頃ナンダ朝によって滅ぼされたと伝えられる。日本語ではしばしばシャイシュナーガーサとも表記される。シシュナーガー王が建設したとされるが、その経緯や即位順などについては、 諸種の記録で大きく食い違っている。プラーナ文献では、シシュナーガは、釈迦と関わりの深かった、ビンビサーラ王やアジャータシャトル王より、以前の王であり、これらの王は、シシュナーガ朝の王であったことになる。だが、マハーバンサの記録では、シシュナーガは、ビンビサーラ王やアジャータシャトル王より、後の王であるとされている。それによれば、アジャータシャトルの四代後の王である。 ナーガダーサカ王の時代、五代にわたって続いた、父殺しのために、彼は、父殺しの家系であるとして王にふさわしくないと、主張した市民たちによって、ナーガダーサカが排位され、大臣であったシシュナーガが推挙されて、王となり、王朝を開いたと伝えられている。現在では、即位順については、マハーバンサの記述の方が、事実に近いと言われている。特に、 マガダ国の首都であったラージャグリハが、ビンビサーラ王やアジャータシャトル王の時代には、大規模造営が続いているのに対し、シシュナーガがベーサーリーを復興したために、ラージャグリハが首都の資格を失ったとする記録があり、シシュナーガ王をビンビサーラ王やアジャータシャトル王より、以前の王とすることには、合理性に欠けるのである。シシュナーガ王は即位後、アバンティ国を支配していた。 プラディオータ長を滅ぼしたと伝えられる。シシュナーガ王の治世の後に王となったのは、シシュナーガの息子カーラーショーカであった。マハーバンサによれば、カーラーショーカ王の治世に、第2回仏展結集が行われた。カーラーショーカ王の後継者は、彼の10人の王子たちであり、彼らは同時に統治したと伝えられるが、それについての説話や記録は乏しい。シシュナガ朝の後、 紀元前4世紀頃マハーパドマもしくは、ウグラセーナという人物によって、ナンダが建国されることになる。ナンダ時代から歴史的性格が濃厚になり始めるのに対し、シシュナーガチ時代は、わずかな記録から、おぼろげな輪郭がつかめるものの、未だ伝説の時代であるということができる。シシュナーガ朝の成立時期については、シシュナーガ王を、 ビンビサーラ王以前とするか以後とするかで大きく変動する。マハーバンサやディーパーバンサにはビンビサーラ王が釈迦より5歳年下であったとある。釈迦の生物年は未だ定説がないものの紀元前6世紀、もしくは紀元前5世紀頃と推定されている。このため仮にシシュナーガ王がビンビサーラ王以前とすればシシュナーガ朝の創始は紀元前7世紀末か 紀元前6世紀初頭、ビンビサーラ王井ごとすれば、紀元前5世紀末か、紀元前4世紀初頭となる。インド古代史上とインド試合は、基本的に同一の内容。後者の方がやや詳細、かつ若干記述が更新されている。ありがとうございます。